皆さんこんにちは、ジャットさんです。今日ジャットさんはあの佐野稔さんで有名な品そば屋監修の中華そばいただきたいと思います。蓋の上には液体スープがついていました。品そば屋さん初のカップ麺化なんですね。楽しみです。では4分経ちました。それではいただきます。ジャットさん、品そば屋さんにお伺いして食べたことがあるんですが、こちらのラーメンもスープにしっかりコクがある美味しい醤油ラーメンになってます。この麺がかなり美味しいです。細いのにしっかりとコシがあるカップラーメンにしてはかなり美味しい方の麺に入るんじゃないでしょうか。さすが品そば屋さん監修のラーメンですから、手は抜かれていないような感じがいたします。ぜひ皆さんもこちらの品そば屋さん見つけたら食べてみて感想を教えてください。またねー。